さんこんにちは、ゆなです。今回は今夜すき焼きだよ第1話から12話最終回までをアロマンティックの当事者が徹底解説します。最終回の結論、将来について、トモコのセクシャリティと男友達について、各話のジェンダー多様性に関する場面について順番に解説します。最終回の結論は、愛子とトモコの同居は解除、同じアパートの別の部屋で住むことになりました。同居生活の姿は変わっても、人生の仲間として生きていくことになりました。愛子とユキは結婚します。最初は別居婚をしています。愛子は妊娠出産をします。子供が生まれてからは、愛子はユキの家にいる時間が長くなります。トモコ、ユキと一緒に暮らさないの？愛子、ユキと一緒に暮らしてみたいと思っている。何かあっても乗り越えられそうな気がするようにはなったかも。トモコ、名義変更してこのまま私が住んでもいいかな。同じアパートの別の部屋に2人が住むことになりました。トモコが食事をお化けに持って行ったり、物の貸し鍵をしたり、みんなで愛子の子供を育てたりします。トモコ、ごめんねは言わなくていい。昔の村は集落全体で子供を育てた。母としてちゃんとしなきゃと思うかもしれないけれど、頼ってもいい。シンター、学生時代にベビーシッターの経験があり、子育てを助けてくれます。ユキもシンターに教えてもらいながら料理教室に行くことになります。アイカは子育てをしながらチーフの仕事を続けています。トモコは絵本大賞を取ります。4カマ漫画の連載なのでお金を貯めることができます。次にトモコのセクシャリティと男友達についてを見ていきます。トモコのセクシャリティはアロマンティックです。第1話でしかアロマンティックの用語は出てきません。アロマンティックの方が悩むことが多いと言われる出来事は各話で触れられることはありますが、原作の漫画ではトモコは恋愛感情がよくわからないキャラクターです。アロマンティックはドラマでのみ追加をされた設定です。好きになる性は恋愛的思考と性的思考に分かれます。恋愛的思考について、恋愛感情を他者に抱かない人をアロマンティックと言います。性的思考について、性的に他者に惹かれない人をアセクシャルと言います。トモコの性的思考は最終回でも言及はされませんでした。アロマンティックの方でも性的には惹かれる、アロマンティックセクシャルの方は中にはいらっしゃるとは言われます。トモコはセクシャルっぽいとは言われてはいるようですけれども、性的に他者に関心があるのかないのかはドラマの中では特に出てきていません。原作では愛子が恋愛は素敵なセックスがあればいいと言った時にセッと苦笑いする場面があるので、性的なことが苦手ではないのかとは思われますが、トモコのセクシャリティはアロマンティック、性的思考は不明になります。日常生活を送っている時に、ねえねえなんとかさん、性的に興味あるの？セックスの経験はなどのコミュニケーションは本来公共の場では起きないはずですよね。飲み会の場面ではあるかもしれないですけれども、今の時代そんなことを言ったらハラスメントですよね。相手とよっぽど深い関係性ではない限り、本来性的関心の有無について話題には上がらないはずです。なので日常生活をしている時に性的関心の話はそもそも話題に上げる必要がないということを伝えるために配慮された表現で、アセクシャルについては言及しなかったのだと思われます。トモコと男友達であるシンタです。最後まで恋愛感情にはなりませんでした。外で一緒に話したり、相談をし合ったりなどはしています。男友達との関係がどうなるのか、男性側から例えば恋愛的に好きになられてしまい気持ちに応じれず決別する場面があるのかなど心配されてはいましたが、最後まで現状維持、人生の仲間として友達として、愛子、トモコ、ユキ、シンタ、子供のみんなで必要な時に集まったり助け合える関係になりました。友情のバロメーターと一緒に恋愛のバロメーターも同時に上がってしまうので、友達だと思っていた人から恋愛的に好きになられて答えることができず決別、友達の関係がずっと続けばよかったのにって意見はよく聞くことが私もあります。最後までシンタがトモコのことを恋愛的に好きになることはなく、男友達の関係が維持されることになりました。次に各話のジェンダー多様性に関する場面についてを順番に見ていきます。第1話です。トモコは街を歩くカップルを見て違和感、恋愛結婚がわからないという気持ちを感じています。いいお母さんになれると言われてもイメージがつかない。愛子の方は手料理を作れないので婚約破棄をされてしまいます。友人の結婚式に行っても話が噛み合わず居心地の悪さを感じます。利害の一致から2人は一緒に住むことになります。第1話ではトモコはアロマンティックとカミングアウトをする場面があります。アロマンティックの用語が出てくるのはこの第1話のみになります。第2話、愛子の恋愛体質の話です。好きのエネルギーでごまかさない話し合いをしましょうとなる回です。愛子がユキの家に行きますが、手料理を食べたいと言われます。
愛子は家事が苦手です。恋愛的に相手のことが好きなら恋は盲目というように相手の嫌な部分にも目をつぶれてしまうと思います。智子は恋愛感情がわからないからこそ恋愛の好きのエネルギーで相手の嫌な部分を無視するのではなく好きのエネルギーでごまかさないでちゃんと話し合おうよと愛子に伝える回でした。第3話、智子のアロマンティックのセクシャリティの深掘りの回です。この話は特にセクシャリティについてが出てくる回でした。恋愛の作品を作るために恋愛をしている女性にインタビューをする場面があります。過去でも周りの友達から早く恋愛できるといいね、まだ運命の人に出会っていないだけだよ、恋愛は絶対、恋愛は正義などの話をされます。恋愛至上主義のような話についていけない、恋愛しないといけない価値観を押し付けられてしまう、恋愛に興味がないとみんなが当たり前に持つ感情がない、自分は人として欠損をしている、恋愛は絶対って空気からはどこに行っても逃れられない、どこに行っても居心地が悪い、まだ運命の人に出会っていないと言ってももう20年から30年も見つからないんだから変わらない気がするなら悩みます。智子は体調を崩していた愛子のためにご飯を作るなど、愛子から別に欠けてなんかいない、智子には愛がいっぱい詰まっていると言ってもらえる話でした。恋愛感情を他者に抱かないというだけで他の感情はみんなと変わらないということを伝えていた話でした。第4話、若さの話です。まだ若いんだから経験だからと言って仕事を押し付けられてしまったりした経験のある方には共感できる話だったと思います。愛子は職場で先輩からインタビューに出ないかと言われます。若い人が前に出るべきと言われてもやもやしています。智子は憧れの絵本作家の先生から最近私は年を取って若い人の心に届く作品が作れているか不安だと打ち明けられます。年を取ると衰えることもあるけれど煮込めば煮込むほど味が出る食べ物もあるように、この世に永遠なんてないが何かを失う儚さではなく積み重ねていくものであればよい、年齢の話が出てきました。第5話、男らしさ、男性に評価されないといけないのかについてです。ユキは同期よりも仕事が遅れている、男性は仕事をしてお金を稼がないといけないといった固定概念があり、ユキは悩んでいます。ユキは男性は弱音を吐けないと悩んでいます。シンタも男性ですが仕事が安定しない職種です。男性だから高学歴、高収入などの話は苦手と言っています。愛子と智子はテレビを見ながら男に評価されてこそ本物をとテレビで言われているのに見て違和感を感じています。男性に評価をされるために生きているわけではないと言っています。女性側の生きづらさだけではなく男性側の生きづらさも出てくる話でした。第6話、パートナーとの共生関係の話です。イソギンチャクとカクレクマノミの異なった生物が共に暮らし互いに利益を得ている状態が共生関係と紹介をされます。愛子は東京で家賃18万円の家に住んでいます。パートナー関係を望んでいる方はいるとは思いますが、愛子と智子の二人のようにいい人がいればなっていう感じですかね。愛子は家賃と生活費の大半を稼ぐ、智子は家の清潔健康を保つ家事が得意、二人は得意不得意を補っているようなパートナー関係になっています。第7話、周りが幸せになる時におめでとうって言えない話。愛子はユキからプロポーズをされますが、もう二人で暮らせなくなる可能性があることを意味するのではないかと悩みます。このように一定の年齢になると周囲の友達のライフスタイルが進みます。結婚、子育てと進んでいくと昔の友達とも気軽に会えなくなるし、どんどん一人になっていきます。第8話、愛子の反同性生活、好きなのにすり減っていく話です。愛子とユキが反同性生活を始めた時、家事当番表を作ります。ユキは細かく家事にもこだわりがあるようです。愛子は家事が苦手です。愛子はユキに合わせようと頑張りますが、どんどんすり減っていきます。一緒に住むにあたっての価値観のすり合わせの話です。女性側が苗字を変えないといけないのか、一般の方は恋愛感情がある好きのエネルギーがあればできることもあるかもしれないですが、アロマンティックの方のパートナー関係では条件面のすり合わせが大切と言われていると思います。第9話、同じマンションの別の階、別居婚の話です。ユキと愛子は話し合います。一緒にいてもベストな関係ではない、ユキと愛子2人がどんな道を選ぶのかを検討する回です。ユキと愛子の家族に会いに行きますが、愛子は手料理作らないのかなど家族から指摘をされてしまいます。結果、同じマンションの別の部屋に住みます。結婚が一緒に住み苗字を変えるとは限らないと気づきます。人と一緒に住むというのはちょっときついなという方でも、同じマンションの別の部屋に住み困った時に助け合えるぐらいの距離感がいいっていう方はいらっしゃるのではないでしょうか。第10話、子供が欲しいかについてです。愛子は仕事をしたい、女性の方が子育てをする時の負担が大きいなの悩む話です。
昔は祖父母のサポートを得ながら子育てをしていましたが、最近は夫婦のみで共働き、大人二人で子供を育てていくのって無理があるんじゃないかという話でした。第11話、表現活動をする方に響く会。とも子は昔から多数決は正義、少数の意見はないことにされる。このように LGBTQ などのマイノリティは言わないといないことにされがちだと思います。とも子、恋愛映画の恋愛しないと人生が終わり、恋愛で人は成長するという表現は好きじゃない。とも子は漫画の作品を書いていますが、クレームのようなものをもらってしまいます。自分の作品を読んで嫌な思いをする人がいるかもしれない。発信する側になると意見を言うということは人を傷つける可能性がある。大切なのはそのことを考え続けることをとなる回です。団体などで活動したり、表現活動、発信活動をしている方には響く回になっていました。第12話、最終回です。愛子の子供が生まれ、愛子、智子、ゆき、慎太、子供、人生の仲間が増え、愛子と智子の同棲は解除、同じマンションの別の階で会いたい時に会えるような関係になりました。アロマンティックの用語が広まったのは割と最近です。辞任をしてから生きていったロールモデルのような人はまだあまりいないと思います。他にもアロマンティックアセクシュのドラマ、恋せの二人では、サッコと高橋は別居しましたが、高橋は遠くの地方に行き、必要な時に連絡を取れる。今夜すき焼きだよの結末よりも少し遠い距離感になりましたが、今夜すき焼きだよでは同じマンションの別の階と近い距離感で、会いたい時に一緒に会ったり、コミュニティとして一緒に生活をする様子が描かれていたと思います。以上でアロマンティックのドラマ、今夜すき焼きだよ最終回までの考察はおしまいです。最後までご覧いただきありがとうございました。